野島城跡。右側に見える小規模な砂浜は、船だまりと呼ばれる比較的潮流の緩やかな場所。野島北側海上より2016年11月、撮影。島の周囲では、干満の差による激しい潮流が見られる。野島北東部付近にて2016年11月23日、撮影。野島は、瀬戸内海のほぼ中央、博多島と大島との間の宮久保瀬戸、鵜島の南西に位置する、無人島。愛媛県今治市に属する。続島として大崎島が南にある。中世、村上水軍の一派、野島水軍が水軍城を設けた。この付近の海域は、小舟時代、瀬戸内海航路の最も重要な航路の一つであった。しかも宮久保瀬戸の東側で、野島と鵜島とが流れを遮るような位置関係であることから、干満時には激しい潮流を生み、渦巻く急流は天然の要害ともなった。このため、平時には通過する船に対して水先案内人として、行き交う船を案内し、保別銭を徴収、室町期以降この地に、野島城を築き、この海域の政界権を掌握していた。野島城には、本丸、二の丸、三の丸、出丸などがあり、中世の水軍城としても規模が大きいものであった。なお、野島には、水が得られないことから、近傍の鵜島や木浦から補給していたとされる。戦国末期、村上氏は、豊臣秀吉との戦いに参戦したが敗北を喫し、1588年、秀吉の海賊停止令により、水軍の歴史は終わりを告げた。野島城は廃城となり、江戸時代以降無人島となったため、その城塞以降はよく保存されている。1953年、野島城跡の名称で、国の史跡となり、1973年に愛媛県教育委員会は野島水軍の里を設置した。その後もたびたび文化財調査等が行われている。2017年4月6日、野島城が続日本百名城に選定された。野島の桜は1931年に宮久保村の有志により植えられた。桜満開の時期の週末には、季節船が運航されており、花見客で賑わう。また、村上水軍博物館の前から宮久保町漁業協同組合が主催する観光船が出され、野島付近の潮流体験ができる。なお、現在、その桜の木は削ぎ取られて、村上海賊の娘の歴史による村上水軍城などの再現が進行中である。野島城跡。ありがとうございます。